ふなっぴーです。こんにちは、こんばんは。皆さんお元気ですか？はい、ふなっぴーも元気ですよ。やっとホームって言ったぐらいでやっていきますよ。今日はですね、はい、電気圧力鍋さんで、はい、外サクサク、中しっとりのチョコレートスコーンを作ってみたいんですよ。スタバ風のね、あのチョコスコーンね、電気圧力鍋さんでできないものかとね、ホットケーキミックスですね、そちらがあれば少ない材料でできちゃうような気がするんですね。だってさ、本当はスコーンって小麦粉にバターと砂糖をこねこねした後に卵や牛乳などをね、混ぜ合わせた生地をオーブンで焼くんですよね。とってもね、シンプルなお菓子なんですけれども、それをね、もっともっと簡単にしちゃいたいんですよね。もともとね、スコーンっていうのはね、パンのね、お菓子の一種でございます。発祥はイギリスのスコットランドでございます。素朴でね、大変ね、ポピュラーでありながら、はい、イギリスのね、ティータイムでは格の高いお菓子となっております。はい、そちらをね、ぜひ電気圧力鍋ちゃんでやっていきたいと思います。では台所にレッツゴー。はい、これからチョコレートを袋に入れて、これで叩いて砕いていきたいと思います。唯一のフナピーの仕事でございますよ。はい、もうお鍋の中に 200g のホットケーキミックスが入っております。そこへ 60cc の牛乳入れます。大さじ3杯のオリーブオイルを入れます。そしてかき混ぜちゃいますね。はい、細かく砕いたチョコレート 100g を入れちゃいます。ふいさっさ、これを6等分にしていきましょう。はい、6等分できたんで蓋をします。はい、自動メニューですね、決定カテゴリーで選びます。お菓子、スポンジケーキ決定。はい、はい、決定。はい、待ちましょう。はい、出来上がりました。どうでしょう。そして、このまま20分ほど放置して余熱を利用してしっとりさせます。はい、それではね、できるまで乾杯しましょう。はい、今日はね、オレンジラムですね。はい、なんか色がいいですね。ハロウィンみたいですね。はい、乾杯。チーズ。あー、なんか昔のね、オレンジジュースみたい、あの粉っぽい感じのオレンジジュースですね。うん、はい、出来上がりましたよ。はい、こんな感じですね。はい、ではちょっと割ってみましょう。ドキドキするんですよ、これがね。できてるのかな。あ、でもほら、ちゃんとこう、こんな感じで、あ、よいしょ、あ、ちゃんとね、ほろっと取れましたね。はい、あ、ほろほろしちゃって、はい、断面がね、こんな感じ。そっちの断面の方が綺麗？大丈夫ですか？あ、違うかな。はい、こっちの断面の方がいいかな。うん、
はい、はい、断面こんな感じね。チョコレートが程よくなってますよね。なってるの、程よくね。はい、こんな感じ、下がこんな感じになりましたね。さあ、これからね、食べてみないとわからないってやつですよ。はい、じゃあこちらをね、デコレーションしていきましょう。よいしょ、ちょっとね。はい、これは立たないとね。いきます。かわいい。はい、こんな感じ。よいしょ。はい、こんな感じにできました。ぐるっとこう、どうかな、これでいいかな。はい、こんな感じです。はい、それではいただきます。どうでしょう。これね、手でちぎって食べるのがね、本当に本当の食べ方らしいですよ。スコーンはナイフではね、食べないですって。ホットケーキミックスだから、ちょっと、塩気が感じるやつですね。うん。バター感はやっぱりないですね。バター入れてないんでね、バター感はないですけれども、ちょっとしたね、朝食なんかにもね、いけますね。かなりね、喉が渇きますね。うん。まあ、こんなもんかな。ね、焼いてないんでね、やっぱりこうしっとりしすぎちゃうんで、これちょっともうちょっとね、トースターで焼いたらどうなのかな。周りは確かにね、ちょっとね、クッキーみたいな感じでね、サクサクしてるんですけど、中がやっぱりね、バター感がないかな。でもまあ、ほぼほぼ、ね、成功したっていうことで、ね、今日はこのぐらいで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ。また見てねー。